田舎チャンネル。はい、皆さんこんばんは。いのりんこと橋本いのりです。ということで本日はですね、下北沢をちょっとねフラフラとしてみたので、あの1日 Vlog 的な感じで上げていきたいと思います。じゃあ早速ですね、こちらザ・ピッツァというお店に行ってきました。はい、女ね2人で行ったんですけど、あのスライスもしてくれてね、すごく良くて、私が頼んだのはマッシュルームスライスとチーズスライスとペパロニスライスです。ピザ食べます。嬉しい。じゃあこれから BGM の都合上、こちらの音声がちょっと聞き取りにくくなってます。ごめんなさい。半分こです。半分こ、おかしい。めっちゃ美味しいのね。めっちゃ美味しい。これで600いくらとかさ、最高だよね。ちょっとびっくりしちゃった。これはやばい。でもペパロニ、マジで人生で食べたみたいな。一番美味しいかもしれない。マッシュルームとこか。おかしい、おかしいんじゃないってぐらい美味しいんですね。次はこちらのシール屋さんにやってきました。初めて行ったんですけど、すごいいろんなシールがあって、私好みのシールが買えました。下北沢はこういうね、ちょっと変って言ったらあれだけど、コアなグッズも買えるので、私はすごくお気に入りです。これはやばやば買ったよダンスです。でこっち木とかにね貼っていきたいと思います。悪意はね、続きましてこちら甘味処天広さんにやってきました。この子たちは私たちのいつもの連れですということで、こちらはすごくわらび餅、生わらび餅が有名らしくて来たんですけど、なんとね、なんかき氷も美味しいらしくて、早速かき氷を先に食べていきたいと思います。これはお友達と一緒に買ったシールです。じゃじゃん、こちら特上抹茶ティラミス、今から食べていくんですけど、本当美味しかったです。あともう炎天下で、あのゆでだこみたいな顔してるんで、あのそちらをご了承ください。これはやばい。
あっさりしてるのに甘くて、中にちゃんと金時が入ってる。はい、こちらが生わらび餅です。もうたまんないですね。もう意味わかんない見た目してますよね。いやもうこれ今から食べるんですけども、マジで語彙力なくつくらい美味しかったので、見て、うん、これどんな、うん、これちょんちょんとつけてみた。え、やばい、一回そのまま、はい、ということでいかがでしたでしょうか。もうね、最高の下北沢でした。他にもね、駄菓子屋さんに行けたりとかすごく楽しくて、これを機にハマってしまい、この後またザ・ピッツァとか、ワンちゃんのなんだっけ、あ、行った、バイバイ。